日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。28日の交流戦から松井監督に代わって渡辺久信 GM が指揮を取ることとなった西武、そのまま中日に勝ち越しも決めており、このまま勢いに乗っていきたいところですが、金田は相変わらずで苦しい状態が続いています。打線強化のために今後トレードに動くのは確実だと言われています。今回は西武がトレードで獲得すると言われている選手をご紹介していきます。26日に休養が発表された松井稼頭央監督、監督代行として渡辺 GM が11年ぶりに指揮を取ることとなり話題となりました。代行が決定した渡辺 GM は、松井監督だけの責任ではないですし、私もチーム全体的に見る立場として非常に申し訳ない、そして責任を感じている、ファンの皆さんにもこういうチーム状況の中で本当に毎日熱い声援をいただき本当に感謝しています。ここからしっかり上を目指して戦っていきます。非常に厳しいシーズン、タフなシーズンとなりますが、一丸となって期待に応えられるよう私もプロ野球人生をかけていきたいと思いますと話し、まだ巻き返せる試合数がある、過去にも8月時点で最下位で借金15という年もあった、ファンが応援してくれる限り戦う、6月に入るが本当の山は9月、それまでに借金を返すと意気込んでいます。渡辺代行は2008年から2013年まで西武の一軍監督を務めており、就任1年目は優勝と日本一に輝いています。以降優勝も日本一も経験していませんが、就任6年間で5度の A クラス入りを果たしている監督で、実績だけ見れば十分な人物と言えます。あくまで今季の残りを指揮する予定の渡辺代行、しかし今季だけでなくこのまま来季以降は監督として続投するのではとささやかれているようです。しかし監督代行としての初戦となった28日の中日戦ではミスもあって完封負け、監督が変わればすぐに変わるという甘い希望を即座に打ち砕く結果となります。29日は虎の子1点を守り抜く野球を展開し、代行初勝利となりましたが、課題となっている得点力の向上は見込めていません。30日も3対0で勝利し、見事カード勝ち越しを決めましたが、中日だから勝てたようなもので、次カード以降通用するかは不透明です。何より上位とはかなり離されているので、とにかく勝ち続けるしかない状況です。こうした状況もあって西武を取材する記者が今回の電撃人事をこう振り返っています。松井監督の力不足と判断するのは酷です。確かに目指す野球のビジョンが見えない部分がありましたが、野手陣は今のメンバーでやりくりしても限界がある、責任を感じた渡辺 GM が火中の栗を拾う覚悟で11年ぶりの監督再登板を決めたのでしょう。ただ現有戦力で上位浮上を目指すのは厳しい、トレード助っ人外国人の補強を含めたテコ入れが必要になってきます。またスポーツ紙デスクは、外野の3枠が固まらず内野も1・3塁のスタメンが固定できない、相手バッテリーから見て怖いと思える選手は中村、蛭間拓也、岸潤一郎ぐらい、チャンスメーカーポイントゲッターも足りません。まだペナントレースは3分の1も消化していないですし、ここから巻き返しを狙うなら出血覚悟でトレードによる戦力補強が必要ですと強調。実際こうしたチーム状況もあって多くの候補選手が上がってるという現在、その中にはあの大物選手も入っています。バトルフェイス、それが巨人の大城卓三選手です。昨年は WBC 日本代表に選ばれ、シーズンではそのまま正捕手に定着し、3年ぶり2度目となるベストナインを獲得したりと、このまま日本を代表する捕手として君臨するかに思われました。しかし阿部監督に代わった今季は打撃不振に陥るだけでなく、先発出場した試合では投手が打ち込まれることが続き、捕手としての信用を失っていきます。そして小林選手や岸田選手と併用される形となり、出番が激減、5月8日にはついに2軍降格となりました。とはいえ大城選手の能力自体は申し分なく、実績や能力に反して阿部監督からの評価がやけに低いようにも思えます。打てる星を好んだ原監督と守れる星を好んでいる阿部監督ではどうしても差が出るとは思いますが、
去年1年戦ってきた星をこうも簡単に下げるあたり、阿部監督から嫌われているのではないかとすらも思えます。そのため他球団からすれば当たり目とされており、 FA はもちろんトレードで獲得を狙うチームも多いと言います。それは西武ライオンズも一緒です。現在の西武は得点力はもちろん、捕手と内外野で選手がほとんど固定されていません。一応捕手は古賀選手が徐々に頭角を現していますが、大城選手の打力は欲しいところですし、そもそもパリーグなので DH もあれば、大城選手は一応一塁手として61試合の出場経験もあるので、最悪 DH と一塁でも起用できるため、西武にとっては大きな戦力となると思います。このまま巨人が欲し続けるのなら、西武がトレードを持ちかける可能性は十分あるでしょう。問題はどの選手と交換するかですが、巨人は内野手がやや高齢化している部分があるため、内野の若手で大砲候補などが欲しいかなと思います。その中でもドラ1ながらくすぶっている渡辺健人選手が適任だと思います。4年目の渡辺選手は昨年、とある選手の不祥事によりチャンスが巡ってきたことで自己最多の57試合に出場し、打率2割1分4厘6本塁打をマークしました。若き大砲候補として期待されています。今季は開幕2軍スタートとなったものの、イースタンリーグで20試合出場してチーム最多の4本塁打を放ち、5月3日に今季初昇格を果たしました。しかし1軍では調子が上がらず、9番1塁でスタメン出場した14日の日本ハム戦も4打数無安打に終わっており、その次の日の15日に出場選手登録を抹消されました。今季は7試合に出場しましたが、24打数1安打打率4分2厘と期待に応えられませんでした。西武は山川選手という長距離砲を手放したことによる穴がここまで大きく響いてしまっています。後釜として期待された渡辺選手もすでに見切りをつけられたと言っても過言ではない状況な上に、プライベートでは SNS ナンパに明け暮れるなど、悪い意味で山川選手の後釜となってしまっています。また練習態度やチームメイトに対する態度からしても、どこか甘さを感じる選手です。巨人はこれまで素行不良の選手を構成してきた実績があるため、素質はあるものの甘ったれきっている渡辺選手は巨人送りにするべきだと言えます。果たして大城選手の去就はどうなるのでしょうか。このまま巨人で腐らせておくにはもったいなさすぎる選手なのは確かです。渡辺大光といえばオフの人的保障騒動でソフトバンクのリリーフエース甲斐野広志投手を巧みなやり口で引き抜きに成功した手腕が評価されていますが、ぜひその手腕を発揮して大城選手を救ってほしいものです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。